警視庁竹之内選手、第2試合場女子校で警視庁近藤選手対兵庫県警察松本選手です。各試合場選手は試合場内に整列をお願いします。ただいまから令和5年度全国警察柔道剣道選手権大会各部決勝戦を行います。上手に試合結果を紹介します。第1試合場男子の部決勝戦、大阪府警察土谷選手対警視庁竹之内選手の試合は